今日はスペシャルコスチュームで若干いつもより大きく草増ししてるのに、はい、それでもやっぱりあれは笹の葉なんですね。そうですね、やはりスーパー笹団子町、はい、笹団子の化身ということで、正面から見ると北斗の拳の村人みたいなところです。そうですね、金持ちとかも、うん、そうですね。さあ、あ、ここで山の辺りを、やはり大阪ではやはり難しいですからね。もうやる気なんかないわ。ただの揺れてる。